はいどうも皆さんこんにちは、高尾和樹です。今日も高尾塾の動画アップしていきたいと思います。今日はね、皆さん大好きなジブリ映画から千と千尋の神隠しという映画の曲、いつも何度でもですね、こちらの方をピックアップしていきたいと思います。おい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 、僕ねこの映画大好きなんですよ。もうほんと何度見たかわかんないんですけれどもね、この曲は、ライアーというね、ちっちゃなハープ弾き語りね、木村恵美さんという方が弾き語りをされているという曲なんですけれども、今日はこれをソロギターで非常に簡単にアレンジしましたので、ぜひぜひ外出自粛の昨今でございますけれども、ぜひこの曲を家でポロポロ弾いて癒されてください。では早速解説の方やっていきたいと思います。まずこの曲カポタスト、3フレットにカポタストをつけてください。でチューニングは普通のチューニングで OK です。ではまずイントロなんですけれども、これは原曲はね、ライアーというちっちゃなハープの印象的なアルペジオから始まりますけれども、ギターで弾く場合はもう D のコードを押さえちゃいます。 D メジャーのコードを押さえて、まず最初親指で4弦解放、そしてその次が2弦3弦を人差し指中指でピッキング、そして1弦を薬指、これを3回繰り返します。2個目の2弦と3弦だけ同時に鳴らすという感じですね。そして4回目が3弦だけになります。2個目のとかね。でここからもういきなり A メロに入ります。で1弦の解放が出てきた時にですね、人差し指、離しちゃって OK です。で、指を持ち替えるような形で、まず1弦の2フレットを人差し指で弾きます。ここはちょっとね、以前のアメージンググレースよりかはよく指が動きます。どういう風に練習したらいいかというと、ゆっくりですね、まず1弦の2、2弦の3、1弦の5、そして1弦の2ですね、1弦の2に戻るんですけど、この動きをですね、もうひたすら繰り返す。これもう本当に手の運動として覚えてやるのがいいですね。格ゲーのコマンドみたいなもんですね。ひたすら繰り返してやってみてください。そうすると弾けるようになります。でこの時大事なのが、手全体を使って、まあ僕今わざと人差し指を使いましたけど、これはね良くないです。っていうのも、手全体を使うとやっぱり忙しくなっちゃいますよね。こんなに忙しくする必要はないんです。小指を使うのは一見難しそうなんですけれども、こんな感じで全然手がブレてないですよね。これは非常にコンパクトに手を動かすことにつながりますので、ぜひこれ小指を使ってみてください。そうすると次の小節は、最初は5弦と1弦の解放なので何も押さえなくていいです。そして1弦の5、また小指、まあ、さっきと同じ場所に手を置いたままってことですね。手動いてないですよね、はい。で1弦の解放を弾いた後に、今度は Bm というコードですね。この時メロディーは、薬指、離す、中指、薬指って感じですね。で次の F シャープマイナーの時に、人差し指で押さえてた5弦の2フレットを6弦の2フレットに移動させます。で最初のうちはね、コードチェンジもたつくと思うんですね。なのでここはまあ一つちょっとテクニックがあるんですけれども、7小節目の最後の2弦の3フレットの音、この音ですね。この音を弾くときに、もう人差し指離しちゃっていいんですよ。わかりましたかね。ここで離して、もうこの人差し指は6弦の2フレットに向かって動き始めちゃう。これで OK です。そうするとこのコードチェンジに少しゆとりができます。ぜひこれねやってみてください。でその後9小節目ですね、薬指でベースを押さえて、人差し指、小指、これ中指でやると思うと大変なので、人差し指、小指って感じです。
で、10小節目のこの D のコードなんですけれども、これまあ D のフォームを押さえたままとやってもいいんですけど、これやっちゃうとですね、よくあるのが、左手でどこを押さえて右手でどこを弾いてどの音が鳴ってるかっていうのがなんとなく分かりづらくなっちゃうんですね。なのでここはもうその時鳴らすメロディーに関してはその時鳴らす音だけ押さえておくというのでいいと思います。具体的に言うと、分かりましたかね。今人差し指最初押さえてます。で、中指に移る時にもう人差し指を離しちゃう。そして次の1弦の開放を弾く時にこの薬指も離しちゃう。こんな感じですね。で、次11小節目は6弦の開放がベースです。その上でもうここの動きも運動として覚えてやる。3203っていう感じですね。で、次が5弦と1弦の開放というような感じになります。そうするとまた最初と同じフレーズ、で、次からが変わります。ここはまずは薬指、人差し指薬指で、Bマイナーのコードを押さえます。そして中指薬指で、この薬指で2弦3フレットを押さえた時さっきと一緒です。人差し指離して次の6弦の2フレットにすかさず移動する。まずはこれで練習してみてください。では次行くんですけども、ここからも途中までさっきと一緒です。で、次からがちょっと変わります。ベース音がちょっと早めに入りますよね。2拍弾いた後にベース5弦の開放が1拍という感じです。って感じ、はい、では次進んでいきますね。で、ここ前のアメージングレスでもいただいた質問だったんですけれども、このタブ風の数字にカッコがついてるのは何なんですかと、言われたんですね。具体的に言うとこの21小節目のカッコですね、2弦の3フレットなんですけれども、これは要するにですね、前の小節も2弦の3フレットを押さえてます。で、鳴らしてます。この音が次21小節目に入ったとしても鳴り続けてますよということなんですね。片言やな。鳴り続けてますよということなんです。これなので3カッコがついてる3は再び、弦を弾く必要はありませんということです。20小節目から弾いてみます。わかりましたかね。では22小節目の1拍前から始めていきたいと思います。ここは、1弦の2フレット、これを人差し指で押さえて3は中指、そして22小節目の頭は小指で1弦の5フレットを押さえながら、これ同時に4弦の開放を鳴らす。そして23小節目の頭で5弦の開放が入る。で、ここからが、この曲のちょっと難しいポイントになります。1弦の5フレット7フレット5フレット3フレットというような動きがあるんですね。ここもう小指ですでに1弦の5フレットを押さえてるので、ここはね、小指を素早く動かす。で、これまあ言ってみればスライドをするように動かすんですね。弦の上をこの小指押さえたまま滑らすように動かすんですけれども、ここで大事なのが手全体を動かさないということ。これだと忙しくなっちゃうんですね。あとは、手全体を動かすことによって次のフレーズに戻った時にミスが発生しやすいということになります。ここで注目すべきは親指です。今日久しぶりにこの目線カメラ用意しましたので、ちょっとこの親指に注目してみてください。わかりましたかね。親指は動いてないんですね。この親指を軸にこういう風に動くと、こんな感じです。まあ、手がちょっとこう小さくて届きにくいですっていう方はですね、親指の位置をちょっとこっちの方にずらしておくとかね、そういった工夫をすると非常に動きやすいんじゃないかなと思います。で、次が人差し指で5弦の2フレット、で、次もまた6弦の2フレットに人差し指を動かします。
そしてまた人差し指で5弦の2フレット、ここは5弦の2フレットから6弦の2フレットにいってまた戻るという感じですね。で次6弦の3フレットは中指、そして次は開放ですね。はい、こんな感じです。でまた同じフレーズ、ここも親指は動く3位で、ここからフレーズが変わります。ここは中指、薬指、中指、離す、薬指、中指で、この時に最後薬指余りました。この薬指を使って6弦の3フレット、こんな感じ。そして D、 そして Em は何も押さえないで、デモ演奏はこれ2括弧にそのままいきました。まあこれは僕親指、人差し指、中指、薬指使ってますけど、まあ親指だけでってやってもいいし、人差し指とかでこうやっても OK です。もうちょっと長く弾きたいなと思ったらですね、これ1カッコ入ってください。そしたらまたというふうに5小節目に戻るというような感じになります、というような感じですかね。この曲は本当に、ハーモニーを入れてませんので、同時に使う指が、まあ、2本です。せいぜい2本までというような感じになってますので、非常に弾きやすいかなと思います。ただ、前のアメージンググレースと比べて何が難しいかと言いますと、1本の弦で音階を細かく刻むという場所が多いです。例えば、33小節目とか、こんなのがありますよね。それとか28とか、この時に押さえたり離したり、まあもしくはこんな感じで押さえるポジションが変わったりとかっていうフレーズ、こういったフレーズの時に何が大事かというと、右手と左手のタイミングをしっかり合わせる。これ右手と左手の連携プレーと僕は呼んでるんですけれども、しっかりタイミングを合わせてやらないと、ちょっとでもずれるとみたいな感じで音が途切れちゃったりとか、あとはみたいな感じになっちゃうんですよね。なのでしっかり合わせる、これはもうゆっくりやってください。最初で、この時に大事なのが、ゆっくりであっても音と音の隙間はなるべく短く弾く、これを心がけて練習してみてください。でゆっくり弾いてて、慣れてきたらだんだんスピードアップをしていく、そうすると綺麗に弾けるようになります。というわけでいかがだったでしょうか。今日はいつも何度でもという千と千尋の神隠しのテーマ曲ですね、これをピックアップしてみました。ぜひぜひゴールデンウィークね、なかなかお出かけも厳しいと思いますのでね、この曲マスターしてみてください。また他にもね、アップしていきたいなと思います。というわけで皆さん、ゴールデンウィークもギター楽しんでいきましょう。ありがとうございました。高岡月でした。